こんにちは、ヒノです。まだちょっと喉が完璧には治ってない状態で、声がちょっとね変な感じですけれども、今日もお客様とこう電話取るときにね、取って会話をしてたら、ハスキーボイスですねって言われましたけど、間もなくね、これ喉は治ってきてるんですけど、体もでも風邪をひかずに、ひどくならずにいけましたので、良かったかなと思うんですよね。喉のちょっとした違和感があるときに、やっぱしっかり対策していって、体の状態を元に戻すということをしていけば、そんなにねひどくならずに、こじらせずに済むかなっていうふうに思います。で、これからちょっとね、戻りかけながら、少し配達も入れながら、店に戻るところなんですけれども、今日は12月の、22日と、いうことでね、年末もう間もなく2016年もう終わりということなんですけれども、先ほどちょっと読書をしてまして、すごい引き寄せっていう本がね、葉月光栄さんっていう方の本を読んでたんですけど、その引き寄せに関しての考え方っていうのをね、こう網羅的にうまくまとめていただいてたなっていうふうに思いました。非常に面白いっていうか一気に読んでしまったんですけど、引き寄せの法則っていうのもねありますけれども、結局その自分の中での引き寄せ、自分だけの引き寄せっていうよりは、やっぱその葉月さんもおっしゃってたんですけれども、自分とその周り、この周りの法則に従うのが一番いいと。周りというのはその宇宙の法則ですよね。自分だけの法則というよりは、この周りの空間との、連動なんですよね、結局は。だから、宇宙との法則、宇宙の法則、これに従う、それを現実に適用させて実践していくっていうのが一番いいと、まさにそうだなと思うんですよね。それが結局うまくいく一番の方法だと思うんですよ。自分だけが何かこう望みを引き寄せるっていうよりは、結局は、自分も周りもね全部つながってるわけですから、そのことはね考えていけば、多分その何かを引き寄せようって思わずとも、願いって叶っていくと思うんですよね。だから、そこら辺を僕自身もねこう実際の中で、いろいろこう試行錯誤しながら、時にはやっぱりこう自我のね思いって出てくるので、自分が何かを引き寄せたいっていうふうに思っちゃうことは多々あるんですよね、今でも。でもその中でやっぱこう自分だけじゃない周りとの連動、そういったことを含めてやっていくっていうね、そのことを意識しながらしていけば、まだまだ引き寄せ、ちょっと事故がありましたね。えらいところに突っ込んでましたね。そういうね、引き寄せっていうのも、面白いなって思うんですね。いろいろそうやって見ていくと。で、概要っていうことで、葉月光栄さんも書いてたんですけれども、外側の現象、例えば今何か自分が、何かしたいなっていうような、考えを持っているときに、周りで何かこう事故があったとか、サイレンが鳴ったとか、それはちょっとストップ、ゴーサインではなくストップサインだということで、一見全く関係ないじゃないかと、自分が今思ってたことと外側の現象って関係ないじゃないかっていうのが、普通の常識的な考えなんですけど、でもやっぱり自分と空間の連動っていうことを考えると、何らかこうリンクしている可能性があって、でそこ の外側のね現象を考慮するというか、今自分が感じている時に何かそういうサインが来るっていうことあるんですよね、やっぱり。でその時に、笑いが声がするとか、そういうことがあると、光が差してくるというかね、そういうことは逆にいいサインだと、虹が見えたとか、そういったあると思うんですよね、そういうことっていうのは。結局自分だけじゃないわけですよ。この外側との連動とともに僕たちは生きているっていうことを思えば、サインっていうのは実は自分の内側だけじゃなくて、自分の外側の空間にもいっぱい来てるんですよね。でそこに、意識を払うっていう、
自分だけじゃなくてその部分にも意識を払っていくと物事が多分うまくいくんじゃないかなっていうふうに僕自身は思っています。ということで、まあ、その、すごい引き寄せっていう本がね、ちょっとこう目について手に取って、これはあのブックオフで見てたんですけども、結構ね本買っちゃいましたね。先ほどちょっと見てたら30分ぐらいですかね、ちょっとフラッと合間に寄らせていただいてで見てたんですけど、5冊6冊ぐらいですか、まあ、小説もちょっと含めて買ってしまいましたけれども、本当はもっと欲しいのがあったんですけど、まあ、ちょっと抑えて、まあ、でもそれでもね本当に安いんですよね。著者あの本っていうのは著者がその本当に学んできた集大成的なものを出してくれてるわけですから、それが1500円とかね2000円で買えるっていうのは、まあ、しかもまあブックオフであればもっとそれが安くなってるということでありがたいことですよね。だからそれ以上のもの投資がリターンがあるっていうふうに僕自身は思ってて、その1500円がもったいないっていうんじゃなくて、それを投資して、本当にその著者が何十年もっとねお金を使ってきて、おそらくね何百万とかね何千万、下手したら何億っていうお金を注いで手にしたものを、出してくれてるって考えたらめちゃめちゃ安いんですよ。だからそれは僕にとっては本当に投資であり、その投資以上のものはもう得られるなっていうのは分かってるわけですよね。まあ、そういうことでね、おすすめの本がまたあればね読んで、支援したいなと思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。